日本ではもうずっと改善してるだろう。今デジタルトランスフォーメーションって言葉をあちこちで聞くけど、改善とデジタルトランスフォーメーションって何が違うの？データとデジタルの力で改善を加速するのがデジタルトランスフォーメーションでしょ。改善してればデジタルトランスフォーメーションって別にいらないんじゃない？改善での生産性向上には限界があるけど、テクノロジーで人間の力が飛躍的に向上すれば、全く違うレベルでのアウトプットが期待できるよね。それにデジタルトランスフォーメーションで加速しないと、デジタル革命の波に取り残されて世界の市場やユーザーの変化についていけなくなるよ。でも日本の回線は世界のお手本だよね。確かに高度経済成長の後、それが強みだった時代もあるね。だよね。逆にそのおかげで全てをひっくり返すようなイノベーションが起きにくくなったとも言えるんじゃないかな。そう言われれば、これまで誰もやったことがなかったビジネスとかサービスって日本からあまり出てきてないかも。でしょ。海外にはあるよね。データとデジタル技術で独り勝ちしてるような会社が。日本ではなかなかだけど。そうか。最近はグローバルの世界競争力ランキングでも苦戦してるしな。だから今データとデジタルでデジタルトランスフォーメーションなんだよ。つまりデータとデジタル技術で今すぐ競争力を向上しようってことだね。そうそう。でもなんでデジタルトランスフォーメーションってなかなか実現してないの？これだけ騒がれてるのに。いろんな分析ができるけど、経済産業省は経営って観点から3つの問題があると指摘しているんだ。第1は？デジタル化が目的になってそこで終わってる。手段が目的になっちゃってるんだね。次にトップがコミットしてないから必要な資源や仕組みが揃わない。掛け声だけじゃ動かないよね。第3に IT 部門に丸投げしていて基盤になるシステムの改良が進まない。とにかくデジタルトランスフォーメーションだって言われるだけじゃね。まあトップがデジタルトランスフォーメーションやるんだってことだけ決めて、あとは現場で考えろってのが一番困るよね。そうなんだよ。うちの社長も何をするのかよくわからないけど、これからはデジタルトランスフォーメーションだって言い出してね。号令かけるだけじゃなくて、社長にも積極的に関わってもらわなくちゃ。